ペンシルベニア大学医学大学院は、ペンシルベニア州、フィラデルフィアのユニバーシティシティに位置する、ペンシルベニア大学の医学大学院。アメリカで最初の医学部として1765年に設立された、医師養成のためのメディカルスクールと研究者養成のための大学院を合わせ持つ。2012年の US ニュースワールドレポートランキングでは、 医学研究分野で第2位。14年連続でトップ5入りをしており、世界のトップメディカルスクールの一つとして広く認められている。2007年度は医学大学院だけでアメリカ国立衛生研究所からの約4億ドルを含む5億5000万ドル以上の研究費が与えられており、これは研究費として全米で第2位の額である。1765年に スコットランドのエディンバラ大学のジョン・モーガンらによってフィラデルフィアのセンターシティに設立された。北米で最初の医学部であり、モーガンらの出身校であるエディンバラ大学の医学部をモデルにしたと言われている。2011年にペレルマン夫妻から2億2500万ドルの寄付金を受け取り、レーモンドルウス・ペレルマンペンシルベニア大学医学大学院に改名した。 この寄付金の額は、単一の寄付においては、ペンシルベニア大学史上最大、また医学部を名付ける、寄付金としては、全米史上最大のものである。ジョン・モーガン・ホール1870年にセンターシティに、あったキャンパスを占め、現在のユニバーシティシティに移転した。アメリカ発の大学病院である、ペンシルベニア大学病院や、アメリカ発の病院である、 ペンシルベニア病院などが付属病院として存在する。また、アメリカ発の小児病院であるフィラデルフィア小児病院も隣接しており、同病院の小児科医はペンシルベニア大学の小児科の医者としても機能している。大学病院や研究棟等すべてが同じキャンパス内にある。基本的に4年のプログラムで卒業時に MD の学位が与えられる。 柔軟性の高いカリキュラムを採用しており、希望者は、同大学内の他の大学院のプログラムを通して、MD と他の学位のデュアルディグリーを取れる。生物医学大学院は、以下の7つのプログラムから成り立っており、約700名の PHD 学生が在籍している。基礎研究分野の学科と臨床分野の学科を合わせ、約30の学科が存在する。 大学院内は35以上の主なセンターと研究所が存在する。ありがとうございます。